はい、こんにちは。日本改革党、靴沢です。4月8日土曜日、17時ぐらいから、メール党員様限定懇親会開催いたします。会場のキャパの関係で、一人でも多くメール党員様をお呼びしたいので、各区支部長及び代表付きタックンは申し訳ないですけど、遠慮してください。すいません、よろしくお願い。全員来ちゃうとそれだけで、10人で、ね、それで半分終わっちゃうんで、会場のキャパが。なので、申し訳ないんですけれども、各支部長と代表付きタックンは、遠慮してください。そっちはそっちで、また、やりましょう。総務省が、小西文書の精査結果を追加発表をいたしました。安倍総理、高市総務大臣の通話部分についての作成者は不明。電話があったかどうか不明。当時の磯崎総理大臣補佐官との面会はあったものの、放送法4条、公平中立でなくちゃいけないの解釈を変えるよう求められたという認識はない。別に圧力加えられなかったと。一番組でも極端な場合は、局の政治的公平性が確保されていないとみなすという解釈は、昭和39年国会答弁以来変わっていないと。一般意見です。高市さん無関係じゃん。小西これどうすんの、落とし前どうすんの、怪文書で国会を停滞させたんだから懲罰委員会送りで台帳への記載もないし、盗聴したの、してないの、省内の現役だから作成者不明でかばってんだろ。作成者はエース課長と最高幹部って小西が、小西、そういう意味で申し上げたのではない。サンモニと報道特集はいまだに元気いっぱい変更放送できてる時点で明白と。サンモニ自身が反証になってるのが面白い。デマじゃないことを証明するためにサンモニ打ち切りにしてみたら、無理やりサンモニ打ち切りしなくても、なんか時間の問題のような気がする。出演者がみんな高齢化してね、ゴミマスさんと一緒に論点ずらしで粘り続けるよ。行政文書、公文書には、極秘文書、非文書、厳重取扱注意文書、取扱注意文書の区別があるそうで、小西が言うようにですね、これが極秘だったら赤いでっかいハンコでペターンと押されてるはずなんだよな。豊島区議会時代ですね、非のハンコをついた文書は何度か見ました。極秘は私見たことないです。現役議員時代、3年3ヶ月ほど豊島区議会議員やってましたけども、これで安倍総理、高市総務大臣電話部分は作成者、作成日、作成目的、電話の有無不明と総務省が認めたってことになりますね。さらには文書を管理する台帳に載ってませんも総務省が認めました。これ責任取る人出さないようにですね、うやむやのまま幕引きしたい総務省はですね、何の意味も価値もないゴミ文書ですっていう決断をしたと思われます。これ、このまま騒がれるとですね、文書作成に関与したと小西が国会で言っちゃったですね、西方課長当時、長潮部長当時、安藤局長当時が承認喚問されちゃいますもんね。危機感、総務省危機感でしょうね。テレビもですね、盛りかけみたく何年も騒ぎ続けた放送の監督省庁なんだから、総務省は。空気読めや、察しろやって殴られるよ。テレビ、調子に乗ってるとね。お楽しみ、小西博之、今日のたわごと。私は使命感と信念、確信で行動しているので、SNS などでの批判は全く気に返していません。気に返していません。一般反応です。気に返してないって言葉ある？意に返してないの間違いでは？気にしてないことをなんで言うの？聞いてる。気にしてなきゃこんなこと書かないよね。気にしてないなら、なんで俺をブロックした？少しは気にした方がいいぞ。なんかあるとすぐ訴えるって脅すこいつが気にしてないわけないんだよな。国会審議中に切れて40連投して怒られたやつが聞いてないアピールしてるのは草。
動物画像をリツイートしとる。だいぶメンタルやられてるやん。癒しを求めて動物画像ですかね。気に返してませんって、小西なんかめちゃくちゃ動揺してませんか。気にしてないなら、なんで俺をブロックしたっていうのが一番笑っちゃったな。子供が喧嘩でですね、痛くねえし、痛いんだねこれね、言ってるようで笑っちゃいますけど、国会審議中に40連と、これは知らなかったです。ツイート多い人はですね、承認欲求が強い&満たされていないそうなんです。リア充に追廃なし、これも真理ですね。ツイッター廃人なし。リア充はリアルで忙しくて、ツイートやってる暇がねえっていうことなんですけれどもね。面白いですね。立憲民主党、防衛会合に50人以上が駆けつけまして、トマホーク導入について軍拡競争になってしまう、専守防衛から逸脱する、パヨ意見多数だったそうであります。支持率下落が止まらないことを何とかしたい。現場浩一郎元外務大臣、安全保障政策はもう少し中道による必要がある。少数だが国際情勢に関する現状認識が甘すぎる人が党内にいる。パヨ意見を批判と。国際情勢だけに甘いわけじゃないぞ。立憲議員の現実認識能力たるや。何も勝手に言ってた方が早いですね。局さんが何か言ってる。パヨさんたちはいつまでリベラル自称すんの。立憲は LGBT 推進でしょ。統一地方選でもボロ負けだよ。自民が中道左派だから、それより右に行かなきゃ中道にならんぞ。コラボ擁護してるくせに中道とは、まるで中道だった時代があるみたいな物言い。まあ回帰とか言ってますもんね。一回も中道になったことないよね。文句言うしか脳がないのバレてるのに何言ってんの。ジェンダーが一丁目一番地って言ってる時点で無理。支持率壊滅を心配した現場がですね、防衛はもうちょっと現実的にっていう言ったのを多くのパヨ意見が押しつぶしたと書いてありました。全然進歩してなくてめでたしめでたし。パヨで全員、パヨって全員ですね、俺が私がっていう連中なんで、劣勢になるとですね、責任押し付け合いの潰し合いが始まるのは山岳ベース事件で証明、以上ですね。かくなる上はですね、現場に賛同する議員連れて党割るしかないんじゃないの。国民民主党が分かれたようにね。当事者が参加する LGBT 法連合会っていう団体があるそうです。初めて知った。いつの間に。そこが声明を発表していました。心が女性だという男性が女風呂に入れるはデマです。そんなことにはなりません。信じられっかよっていう意見多数。東京新聞の記事だしね、そもそもが。東京新聞ってだけでデマなんじゃないかと思っちゃいますけどもね。一般意見ですね。トラブル必至だろ、何をどこまで求めてるのか。いえ別にデマじゃないだろ、欧米はもうそういう風になってるぞ。今のままいけば確実に日本もそうなる。水泳選手がもろ出ししながら女子ロッカーで着替えしたのは有名な話だけど、問題は心は女ですと偽った変態をどう見抜くか。心は女だから女湯にいろいろって主張していることを問題にしてるのに話がすり替わっている。論点ずらしいですか。母屋を乗っ取りそうなやつには軒下を貸しちゃダメダメ。これ持論なんですけどね。母屋取りそうなやつは軒下も貸しちゃダメダメ。それが安保とか防衛ですよね。それに共産と立憲とオールゴミマスが押してんだから、まあろくなもんじゃないのは確実であります。理念法作られちゃって変な条例で保管するのがパヨの手口なんですわ。騙されないでください。共産党男性器を備えたまま性自認女性が認められることも想定、目指してんじゃん。私の知り合いの知り合いのとある芸の方は、まあ1回2回話したことがあるだけなんですけれども、趣味がスーパー銭湯でした。スーパー銭湯に行くのが趣味で週何回か通ってたな。目の保養だそうで、ゲイの人は、まあ、中身女性なんで男の裸が見たいと。
心が女性だったらむしろ男風呂入りたいんじゃないの、違うの、女性の体でね、心が男性だったら目の保養で女性風呂入りたいんじゃないの、違うの、おかしくない、体男性で心が女性がなんで女子風呂入りたいの、むしろ男性風呂に入ってあの目の保養したいんじゃないの、私の知り合いの知り合いのゲイさんみたいにさ、おかしいよな、業界情報誌福祉新聞報道、コラボ問題、全委託団体に異例の再調査、若草ボンドパップス、あらあらおやおや、まあこれは知ってましたけれども、ひまそらさんが発表してましたんで、報道されたっていうのが大きいですよね。やっとか、大手は大手はまだだよな、テレビじゃ全然やらないよね、とうとう WBP まで、触れないわけにいかなくなったのかな、ただの不正受給だし警察の仕事でしょ、そうだよね、警察の仕事だよねこれ、給付金詐欺っていうことですか、大手メディアはいつになったら報道すんねん、やっとこっからがスタート、本来なら大報道されてもおかしくない社会問題なのにと、WBPC 全て再監査されることはひまそらさんが発表してましたが、まあ、業界誌で取り上げたられたことで他も、うちもやばってなるのかな、都政新聞も報道したし、もう隠せないとこまで来たんでしょうね、コラボの上位機種の若草ボンドパップスにも捜査が入ること、やっとスタート、長かったですなこれ、プロローグがやっと終わったとこでしょうかね、今後も長い地獄の日々が続くんでしょうか、それともあの死人が出てうやむやになっちゃうのか、事実はどうでもあの都税を軽く扱ったですね福祉保健局と WBPC にはひどい目に遭ってほしい、直球私はあのいい人ぶるのをやめた人間ですから直球でね、気に食わねえからと言ってしまう、50代もテレビ見て見なくなってました、記事によればですね、2017年から2021年の平均視聴時間の推移、10代は73分から57分へ減ってました、50代は202分から187分へ減ってました、なんだそんなに見てんのかよ50代、まだまだ見てんじゃん全然ってがっかりしたんですけど、まあまあ減ってることは間違いないですね、Y50 代やが本当にテレビ必要ないわ、地震の時だけ見てる、地震だってツイッターの方が情報早いよ、とっくにテレビ捨てたわ、受信料を払いたくないからテレビ買い替えしなかった、75のうちの親父ですらアマプラとつべ見とる、うちの親でさえ面白くないって、WBC、ワールドベースボールカップで久しぶりにテレビ使った、たまーに外でテレビ見ると CM の長さに驚くと、これ人が入れ替わっただけなんじゃねえのかなーって、2017年から2021年って5年経ってるでしょ、したらですね、あの半分は50代の半分はかつて40代だった人に入れ替わってるはずなんだよね、45歳でテレビ見てなかった人がですね50歳になって突然テレビ見るようにはならんでしょう、いずれですね、あの57分しか見てない10代が50代になる日も来るでしょう、でまあその頃はですねテレビはなくなってそうですけどね、テレビはなくなってないけれども今みたいなその 5,6 局で独占しててでどこもかしこも嘘をつく、外国のスパイやってる、みたいな感じではなくなってって思いますね、例えば50チャンネルぐらいやったら、とある局はすげえ局差でとある局はすげえ局で、あと天気予報やばっかりやってる局とか、あとはですね、洋画ばっかり流してる局とか、そういうの風になってんじゃないのかな。今は、どうもかしこも変更してますもんね。NHK スクランブルデモ、4月2日開催予定であります。よろしくご参集ください。デトックスジャパン。